ごいちさんこんにちは一般的にゲーム内の BGM が一通り完成するタイミングはいつ頃ですかアルファ版とベータ版の間ですか仕事の流れがわかるおすすめの本を教えてください質問が2つになってますけどね、はい、まあいいでしょう一般の方々ってアルファベータの定義ってわかりますかねよく今業界で言われているのは開発着手の時からの最初の初期段階というのはプリプロダクションって言われます でここで大体ゲームの基本的なシステムとか遊びの確認とかってうのをやるんですけど最初にシステムがわ、まあ、決まったら、えー、これであと物理を作っていきましょうとかボスバトルとか作りましょうとかっつってどこに何の要素を入れましょうとかっつっでそれが終わるタイミングにアルファとベータっていうのがあってこのアルファとベータの定義って同じゲーム業界の中でも会社によってちょっとこう感覚が違ったりとかするんですね。 サイバーコネクト2の場合はっていう話をしておくとアルファ版っていうのはいわゆるオールインです全てのデータが仮でもいいからとにかく全部入ってるっていうベータっていうのはそのアルファの段階で仮データだったものが全部本ちゃんのデータに切り替わるそれがベータ版ですねアルファの段階で1回曲は基本的に全部入りますアフレコも基本的には終わってますデータの容量が大体確定するのがだからアルファなんですよ サウンドの作業っていうのはある程度キャラクターとかシステムとかステージとかそういう雰囲気が分かれば曲を入れます。 ここのゲームにううい曲であとはもう使用書というかリストに載っとった状態でどういうシーンでどういう曲がいるっつってそれをピックアップしてサウンドチームの方で作業をやるんですけども絵ができてないと音ってつけれませんので開発の中盤から終盤にかけてサウンドの作業っていうのはやって α から β までの期間の間にこれはもうサウンドだけじゃなくて。 グラフィックもプログラムシステムも全体見てみたらあだいぶ印象を持ってたのと違うなとかこうもっとこうしましょうとかっていうのも話し合いながらベータを仕上げていくのでベータ以降は基本的に更新はしないっていうのが大前提かなと思いますそしてもう一つ、えー、ご質問いただいてました仕事の流れが分かるおすすめの本っていうことなんですけども中ゲーム読んでくださいゲーム業界舞台にしたお仕事漫画になってますんでどういう流れで仕事してるのかっつうこととそのゲーム開発やっててどういういわゆるこう まあ、トラブルがあるのかということは分かるようになってますので、はい、よかったらチェイサーゲーム読んでください全7巻好評発売中です、えー、それともう一点すみませんこれも私が書いた本なんですけども、えー、熱狂する現場の作り方という、えー、本が、えー、出てますこれ紙の本と電書付きと両方あります私の目から見たゲーム業界20年というのを1冊の本にまとめてますので今私が説明したようなゲーム作作の大きい流れっていうのも書かれてますので、えー、よかったら、えー、こういった本を読んでもらえるといいかなと思いますあと加えて言っておくと、えー、サイバーコネクト2の、えー YouTube チャンネル、えー、そこにはです、ね、あのゲームクリエイターセミナーなんかの動画も上がってますけれども基本的なゲームの制作の流れとかを解説している動画とかもいっぱい上がってますんで、まあ、そういうのを片っ端から見ていくと、まあ、ゲーム制作の流れっていうのはあのしっかり、えー、見えてくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、採用に関する話だけではなくってそういう動画配信なんかも、えー、うちはやってますので、えー、よかったら、えー、そういったところを見てもらえると、えー、いいのかなと思います。ということでではまた